はい、入ってますね。はい、お待たせしております。東京電力は福島原発事故の責任を取れ、柏崎刈羽原発再稼働するな、トリチウムを潜水海に流すな、第110回東電本店合同抗議を始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは玉川大鼓お願いいたします。いいよ、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは東電の、問題についてタンポポ社の柳田さんの方から報告をお願いいたします。
担保者の柳田です。この間電力逼迫の話がだいぶ出ました。そして何か逼迫について電力会社が責任がないみたいな話を含めていろいろ出てます。しかも逼迫にかまけて今日は東京電力は電気料金値上げの話を発表しましたね。みんな原電前でも怒っておりました。電力が逼迫する、そして電気料金を値上げすると、こういうやり方は大変良くないなと。それで電力逼迫問題については、実は東京電力が一番大きい責任があるんですね。どういうことかと言いますと、周波数変換所というのがあります。東京電力は50サイクル主にアメリカの影響で作ったんです。で、西の方、西日本の方はドイツの方の影響で60サイクルと、50と60が静岡の辺で別になってるんですね。ですから2011年の大地震が、東北大地震が起きた時に、福島事故が起きた時に、実は東京電力管内は電気が足りなくて非常に困ったんです。その時に関西の西の方は電気が余っていっぱい余ってたんです。売りたくてしょうがなかった。電気が余っちゃうと捨てざるを得ませんからね。つまり関西からは売りたくてしょうがなくて、東京は足りなくて困ってたと。で、停電だと。なぜか、その両方を変換する、50と60お互いに変換する変換所が非常に小さかったんです。その時は120万でした。120万しか変換できない。しかもそれが全部使えるわけではなかったんです。そういう点で、そういう50サイクルと60サイクルが相互に変換できない、日本が2つの電気で分かれていると、こういうのは実は日本の国家的な意味の大問題なんですよね。で、2011年の時から作り始めました変換所。11年ぐらい経ってやっと90万しか増やさない。ですから今210万ですから、12、3年前の120万プラスこの9年ほどやっと90万増やした210万です。これがもし300なり400ぐらいになってれば、足りない時にすぐ西日本のいくつかからいっぱい余ってる、そういうのが送られてきてできましたよね。実は日本の大手電力5つの電力会社は電気が余りすぎて捨ててる会社もある、5つあるんですよ。西の方の太陽光発電でいっぱい電気ができた時は全部受け入れないと言って捨ててるんです。そういう意味で私は電力の逼迫については、電力会社特に東電が一番の大きな責任があります。12年ほど前の120万万から今やっと210万で、300万にするだけでもまだえらく手間取ってます。多分その理由はですね、お金はかなりあるんですよね。原発の修繕だけでこの間1年間で5兆6000億とか6兆円ぐらい金を使ってるわけです。わずか千数百億でその周波数変換所ができるわけですから、本気でやればできるのができなかった。実は電力逼迫にそういう秘密が隠されてる。そういう点で私たちは電力逼迫をなくす周波数変換所をきちんとしなさい。で、今後も電力は減ります、使用がね。日本の生産電力は、失礼、使用電力は減ります。過去10年でも 10%、12% ぐらい減りましたから。ですから電力が足りないという
一時的な一方的な宣伝に騙されないで、しっかり私たちも電力会社に要求しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ、富山東海、首都圏連絡会の方お願いいたします。皆様お疲れ様です。富山東海第二原発首都圏連絡会の、です、これから行動提起をさせていただきます。まず今月27日 11.27 廃炉停止集会を行います。これ首都圏連絡会が毎年行っているんですけれども、今年もやります。で、去年一昨年とやっているので、ある程度皆さん内容はお分かりかもしれませんけれども、これは一方的に、講演をするとか、話を聞くとかいうものではなくて、全員で参加者全員で100人以上超えると思うんですけども、参加者全員で徹底的に討論をいたします。一応内容といたしましては、まず、裁判を今戦っている河合博之弁護士、河合さんの方から、この控訴審などについていろいろ話をしていただきます。その後、おなじみといいますか、山崎久隆さんに今回はこの今の岸田の暴走原発政策についてお話をしていただきます。でその後に、柳田誠さんの方から、市民運動全般について話をしていただきまして、で最後にちょっとだけ僭越ながら私の方で一斉行動のことを話すようさせていただきます。その上でその後に、30分ほど討論時間を取りまして、できれば可能であれば参加者全員が質問話ができるような、そういう討論にしていきたいと思ってます。ぜひとも 11.27 廃炉停止集会、参加の方よろしくお願いいたします。でその後すぐですね、12月の2、3、4、これはあくまでも基準日ですけれども、2、3、4を基準に一斉行動第6波を行います。ご存知かと思うんですが、この一斉行動どんどん盛り上がっております。1波が46箇所、2波が62箇所、3波が67箇所、4波が62箇所で、5波が68箇所まで増えました。ここのもちろんこの盛り上がりはもういつも話をさせていただいてるんですけれども、この第5波まで終わりまして、この一斉行動の趣旨が分かってきました。みんながつながれる、みんながつながることができる、これが分かってきました。結構ですね、一つだけ例を挙げます。茨城の鹿島で、第3波第4波とやっていただいたんですけども、なんかここの鹿島の方はずっと団体一つでずっとやっていたんですけども、こういうものがあったということで電話をくれて、その後メールで頻繁にやり取りをして、しっかりした報告書を書いてくれるようになりました。他にもいろんなそういったものがあります。ですからこの一斉行動、その土地で自分のいる場所でやるだけです。30分でも構いません。もしやられる方がいたらどんどん行ってきてください。で最後に一つ、来年の1月後半に首都圏連絡会主催の集中討論を行います。ここでですね、今来年の2024年9月まであと1年10ヶ月となりました。この1年10ヶ月どうやって我々戦っていくのかということを徹底的に、討論したいと思います。ですからこの年末から年始にかけて2つの討論と1つの一斉行動があります。この3つの行動で皆さん徹底的に原電や東電を倒していきましょう。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。はい、それでは、恒例の歌で講義、日音教の方お願いいたします。はい、それではみんなで歌で講義をしていきましょう。というかちょっと声元気ですけど、今日は日音教仲間が来てなくて一人なので、皆さんの、協力が、頼りです。ではまず東京電力に向かって皆さんよく知っている、一緒に歌っていただいている東京電力の歌っていきましょう。いきます。はい、僕ら生きているこの地球に原子力発電は、原子力発電は必要ないのさ。緑の大地と危ないエネルギー、危ないエネルギー必
要ないのさ。緑の大地と青い海、渡さない東京電力の僕ら生きているこの地球に、原爆や死の灰は必要ないのさ。緑の大地と青い海、渡さない東京電力の僕ら生きているこの地球に、平和を犯すもの、平和を犯すもの、必要ないのさ。緑の大地と青い海、渡さない東京電力の、一番に踊って、僕ら生きているこの地球、原子力発電は、原子力発電は必要ないのさ。緑の大地と青い海、わたさらご一緒に、はい、東京電力の、はい、東京は東京電力の、私も思わず力が入ってしまいました。今毎度言ってますが、田舎に高福島に、田舎の福島に高齢の母がいて、月の半分は福島で郡山三春町で過ごし、そして今東京で半分過ごしていて、福島の情報をここで皆さんにお伝えしているということなんですが、本当に福島県の中ではなかったことにされようとしている原発事故ですけれども、でも一生懸命頑張っている方は本当にたくさんいるんだというふうに、福島で暮らすようになって、私もいろいろつながってきて分かっています。で、今日はその中で写真家の日田さんという方が、いろんな被災地に行って写真を撮って、講演されて、そういう被災地の、放射能の、特にね、放射能の汚染状況などを詳しく伝えてくださってるんですけれども、その方からの最新情報をお伝えします。双葉町、先日帰還困難区域解除されましたけれども、その前にその道路がですね、2021年の11月28日に解除されて、その解除されたところで木田さんが車でたまたま止まって、なんか用があって止まりました。ついでにガイガーカウンターを出しました。そしたらなんと車の中ですでに 5.23 マイクロシーベルトあったと。驚いて外に飛び出して測ってみたら、なんと外は 8.42 マイクロシーベルトあったと。もう解除された道路ですよ。で、驚いて、双葉町役場にすぐに電話をしたそうです。ところがその役場職員は、若い、なんだろう、鉛のないお話からすると、あちらの方は今役場職員、かつら、私の田舎のかつらもそうですけど、結構若い、なんだろう、関東の方からの、役場職員っていうんですか、職員を採用しているらしいんですけど、そういう人かどうか分かりませんが、鉛のない若い方の声で、あ、大丈夫なんですよ、通過するだけならと軽く言われてしまったそうです。そういうふうに職員もそんなふうに教えられているんだろうなと、なんかそういうことを感じたそうですけれども、そういうことで今帰還困難区域がどんどん解除されているという状態です。そして汚染水は海に流されようとしているし、老朽原発は再稼働されようとしている。こんな原発事故がなかったようなことを政策を進めてきた内堀健知事が、また反対陣営50万票も差をつけて当選してしまったという、この事実に私も本当に10月30日は大変落ち込みましたが、
やっぱり自分が福島に行くようになって本当に頑張ってる人がいるのになんでこんなことになってるんだって思うと本当になんて言うんだろう、情けないというか自分の力のなさを痛感したというか、でも負けてはいられないし諦めてはいられない、4年後の県知事選は見てろっていう気持ちにもなりました、なんとか福島の仲間と一緒に第4年後の県知事選に向かっていきたいなと思いますので、皆さんもぜひ知恵とお力をお貸しくださいということで、最後、2曲、最後というか2曲目ですが、最後の曲は、久々にここで歌う前へという歌を歌いたいと思います。前へ歌え、歌えつなげ、それから叫べ、諦めないぞとこう出てくるんですけど、簡単な曲ですのですぐに覚えられますし歌えますので、ぜひ一緒に歌ってください。太鼓もよろしくお願いいたします。前へです。前へ前へ前へ、原発なくすまで、あ、歌え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 、原発なくすまで、つなげ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 、原発なくすまで、叫べ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 、原発なくすまで、諦めないぞ諦めありがとうございました。それではここでコールをお願いしたいと思います。中村さんお願いします。あとコール行きます。責任を取れ、約束守れ、責任果たせ、開き直れ。
とうございました。それでは東電に7時に申し入れ時間近づいてますが、申し入れされる方はご準備をお願いいたします。じゃあその間寒波のお願いを毎度恐れ入りますけどお願いをいたしますので、よろしくお願いします。毎度毎度寒波のお願いです。今日上り旗が日本2種類立ってます。その他に2回前ですかね、強風のためにステンレスの支柱が折れてしまって大横断幕がしばらく休眠状態でした。それも今日ようやく復活しました。そして電飾もあそこについております。会計を担当している私としては大きなお金が出費が出るのはようやく収まったなと思ったところ、普通の活動、ここの今日のための準備とかいろいろな諸活動、郵送郵便で出したり担保者さんの事務所をお借りして会議をしたりミーティングしたりいろいろ、日常的な日常的っていうかそんなに毎日やってるわけじゃないんですけども、この東電行動をやるために必要な経費がだんだん危うくなってきました。皆さんそういうこともありますので心からのお願いです。少しでも多くの寒波をお願いします。よろしくお願いします。行ってきます。すみません、少々お待ちください。すみません、ちょっとお待ちください。信号突っ切るわけいかないので。株式会社社長輝かそぼあき様、反原発自治体議員市民連盟です。処分できない放射性廃棄物をこれ増やすことなく、すべての原発をこのまま廃炉にしてください。放射性廃棄物でこれ以上海を汚染しては取り返しがつきません。福島第一原発からの放射能汚染水放出はやめてください。この冬にも電力節約が求められています。無理のない範囲での節電は地球にも家計にも優しいので積極的に協力したいと思いますが、電力不足を煽って原発再稼働へ世論を誘導するのはやめてください。自社東電では過酷事故を起こした福島第一原発の原子炉4基の廃炉の見通しも立たず、土台が壊れかかっている原子炉格納容器が落下して再びメルトダウンすることも心配されている上、10年経っても止めることができない放射能汚染水を福島湾に放出し、放射能汚染を拡大しようとしています。そうした中で記者東電では福島原発事故以降10年間も停止している新潟県の柏崎刈羽原発を再稼働させると発表していることが信じられません。先月20日にはその柏崎刈羽原発7号機の一部に海水を通す試験をしたところ、2011年11月から使われていなかった金属製の配管に直径6センチもの穴が見つかったとの報道があり、27日には柏崎市の桜井市長が長期間使用していなかった原発の機器は他に何千何万もある、
すべてを確認し、安全性を確保してもらいたい。穴の発見は象徴的であり、心してもらいたいとコメントを発表しています。地元自治体はもちろん、周辺自治体からの安全性を求める声に真摯に向き合い、再稼働は断念していただきたいと思います。10月の質問にご回答が届いていませんので、再度同様の質問とさせていただきたいと思います。質問です。非常事態が起きた場合、北東電には各自治体ごとの担当者がいて、一斉に担当の自治体に電話をかけるのですか？それとも一人で複数の自治体に電話をかけるのですか？非常時の連絡訓練が行われているとのことですが、すべての自治体への連絡が終了するのに平均して何分かかりますか？ご回答よろしくお願いいたします。以上です。交代します。原子力規制委員会東京です。東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長小早川智明様、原子力民間規制委員会東京です。福島第一原発事故加害企業東京電力への質問書。2011年3月11日の 大災害から11年半ばを過ぎました。福島第一原発4基の大事故については未だに原因もはっきり解析できず、次々と疑問が生じてきています。今まで判明していなかった新たな汚染状況、それも高レベル放射能廃棄物の存在も次々に判明しています。目の前にあるアルミスの残渣物の保管すらままならず、処理方法に至っては未解決で先が見えない状況です。また1号機のペデスタルの損傷など次々危険な状況が明らかになってきています。1、2号機の使用済み燃料プールからの取り出しもまだまだです。どこから見ても事故の収束には程遠い状況にあり、この先の見通しについても非常の空論状態が続いています。事故は現在に至っても汚染室は除去できず、記者の廃炉へのタイムテーブルが実行不可能なことは明らかです。現在の廃炉計画はすでに破綻していることを認め、あまりにも廃炉の定期にこだわった見通しのない無謀なデブリの取り出し計画を早急に中止すべきです。今は解決していない汚染除去に全力を傾け、実行の伴った環境汚染や被曝労働を最小限にする方針をきちんと打ち出すべきです。東京電力には放射能汚染した環境を事故前の線量まで戻す責務があります。福島県民をさらに苦しめる放射能汚染水の海洋放出案は即刻撤回すべきです。海は核のゴミ捨て場ではありません。記者は柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働を計画していますが、原発を運転する資格があるとは考えられません。次々と問題が発覚し、信頼は低下の一方です。記者は福島の事故処理に全力を投球すべきです。今般のロシアのウクライナへの侵攻で戦争やテロのような危機の際にはいかに原発が危険であるかは誰の目にも明らかになりました。ただでさえ地震大国日本の原発の危険度はますます上がっています。地震多発地帯新潟の柏崎刈羽原発は全て即刻廃炉を決定すべきです。また今後はますます電力消費の減少は避けられない状況になるでしょう。ましてや電力逼迫を政府電力会社は言い出して原発の稼働を画策していますが、調整の効かない原発は対策にはなりません。原発に将来の見通しはありません。安全性経済性も含め原子力発電の事業は終了すべきです。質問同じです。今回の株主代表訴訟で事故での損失責任は経営陣が負うとの判決ですが、福島第一原発の事故の責任も
旧経営陣が負うのが当然です。裁判を待たずに自ら責任を取るべきだと思いますが。2、放射能汚染水の減少対策やより安全な長期保管の具体的検討を最優先にすべきですが、どうなっていますか。大型タンクに保管など技術的に可能な方法があるにもかかわらず、海洋投棄に固執するのはなぜですか。新たな発生する汚染水を止めるのが先決です。また基地内の各所に保管放置とも言いますはされている危険な多種の高濃度汚染水に対する対策は急を要します。どうするのですか。3、展望のないデブリ取り出し方針のため環境を危険にさらす作業を計画するなど本末転倒です。事故炉の石管などの永久保管の方策を立てるべきです。具体的な検討をしていました。以上、あとはちょっと省略します。11月24日までに E メールで答えを送ってください。よろしくお願いします。はい、申し入れありがとうございました。それでは後半の部に入ります。参加者の報告をお願いいたします。それじゃあ千葉の訴訟をやってらっしゃる山本さんからお願いいたします。皆さんこんばんは。千葉の山本です。すいません。岸田市長はね、新しい経済と言ってましたからね、中身は言わない。そして今度は新しい原発なんて言ってるけどね、それもね中身がなくて、中身はこれから考えるんですって。で一番ひどいのはね、普通の原発じゃ反発を食うから小型の原発を作るって言って、本当に作る気があるならね丸の内に作ればいいんじゃない。丸の内に原発作る気ないでしょ。だから彼が言ってるのは嘘っぱち。こんな嘘っぱちはね見せばちゃいけません。福島原発事故から12年、もうすぐ12年です。12年っていうと江戸が一回り回るね期間なんですよね。だからそれだけその期間の長い間、避難者たちはずっと避難生活を続けてきました。千葉にも多くの避難者が来られて、そして今でも避難生活を送っています。で今度の11月の5日に千葉の弁護士会館で午後1時半からうちの弁護士の事務局長と、それから弁護団長、それから影戸雄一さんを交えて、これ今年の6月17日の最高裁判決の本当にひどさをしっかりと明らかにし、それからこれからの展望を語っていただきます。ぜひとも皆さん参加してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは参加者の発言を続けていきたいと思います。鉄さんお願いします。お久しぶりです。皆さんお疲れ様です。鉄です。しばらく体調崩してて3ヶ月ぶりの東電前なんですけど、本当にねこの3ヶ月間腹股逃げくり返ってました。ね、柏崎刈羽場ね、動かそうと躍起になって、放射能汚染水の海洋放出はねなし崩しでどんどん進めてね、そしてね何にも決着がついてないのに、何にもきれいになってないのに福島にそのまま返そうとして、で避難してる人たちに対するね支援もどんどんなくそうとしててね。でね、この様子を見てて私一つ思い出したことがあります。戦後にね
ね、ちょっとこの日本が再び金回りが良くなったあたりで、ね、政治家さんが口にした嫌な一言あるじゃないですか。もはや戦後ではないって。何ですかそれ。多少金回りが良くなっただけで反省もクソもない。償いも済んでないのに、ねえ、何がもはや戦後でもないだよ。ねえ、で同じ感覚で進めてるじゃないですかあいつら。ねえ、もはや3.11.5では何がやりたいんだよ奴らは。ねえ、3.11.1は継続中だよ。国が認めてるじゃないかよ。どういう意味か分かりますよね。国が認めてんですよ。ホームページ見てください。しっかりとこの国は、この日本列島は原子力緊急事態宣言下にある日本列島なんだよ。これはなんで、ねえ、御社の原発福島第一原子力発電所の事故が収束していないがゆえの原子力緊急事態宣言下にある日本なんだよ。そうだろう、ねえ。でね、話戻りますけど、もはや戦後ではないって、ね、金回りが良くなって戦後っぽく見えなくなったから戦後ではないなんだよ奴らは言いたいのは。ね、戦後っぽく見えなくなったから戦争の生産が終わったって当時のクソ政治家どもはそう言ったわけでしょ。ねえ、ねえ、で奴らがやりたいことね、3.11 っぽく見えなくなってきた、そろそろな。だから3.11の生産だっていうことでね、あんたたちなりの生産をしたいわけでしょ。ねえ、最悪の形でね、原発再稼働、柏崎刈羽の再稼働っていう形でね、汚染水の海洋放出って形でね、ねえ、福島に汚染そのまんまで再びそこに人を住まわせようっていうその形でね、ねえ、これがあんたたちのやろうとしてる生産ってやつだよ。でもね、誰の目にも明らかでしょ。ねえ、正しい生産の仕方って当たり前のことじゃないかよ。福島第一原子力発電所事故を一刻も早く収束させることだよ。そしてね、被害者たちにふさわしい償いをすることだよ。ねえ、そうでしょ。それが終わらない限り生産じゃないんだよ。ね、歴史は繰り返しですよ本当に。ねえ、もはや戦後ではないの精神がまだ生きてんだよこの国には。ねえ、というわけでね、奴らに対して掲げる拳も上げる声も絶やしてはいけません。というわけでコールお願いしますと言われたんでやります。ね、あのね、柏崎刈羽の問題ね、汚染水の問題あるけど、もうシンプルにいきたい。シュプレヒコール東電球団やめないぞ。やめる理由はどこにもないぞ。この言葉をコールさせてくださいね。あのね、先の大戦って言い方よくねえな。
第二次大戦が終わったきっかけ、ね、2発の原子爆弾でしょ、ね、311が我々に教えてくれたことは何ですか、ね、原子力発電と原子力爆弾は紙一重のものだってことを我々に教えたわけでしょ。その紙一重の紙一重さっていうのはね、霧神並みにペラペラの霧神の一枚みたいにペラペラの紙一重さだったってことを我々に教えたんだよ、ね、だからこの一言しめしかー、原子力は滅びの道だ、原子力は滅びの道だ、今更ながらですけどね、これ常識だから、あの事故が終わったとなったら常識だから。以上です、ありがとうございました。ありがとうございました、それでは告知その他発言されたい方、宣伝されたい方、こちらに来てお並びください。はい、残念でしょうか。1,2,3,4 4人ですか。4人ですから2分ですね。じゃあよろしくお願いします。原発いらない金曜行動実行委員会から皆さんのお知らせです。東電に一言、赤字だと言って値上げをするってふざけんじゃないですよ。いつまでも原発にしがみついてるから経営がおかしくなっている。その責任を国民に押し付けることは許されないと思います。ということで私たちは去年の6月から官邸前で抗議行動をやっている金曜行動です。11月は第3金曜日18日の6時半から官邸前で抗議したいと思います。東電もひどいですけど、それを以上に岸田はひどいです。何ですか、あの岸田屋の GX 会議とかなんとかっていうのはひどい話で、とりわけ今一番大きな問題としては原発の運転期間の延長、法律6条で明記した40年を保護にしようとする動きです。新しく規制委員長になった山中も政府に媚び、自らも40年ルールを破るような策動、今日の定例会合においてもこの問題で議論しているということです。とんでもないことです。規制委員会許されないと思います。私たちは官邸前抗議を皆さんと共に今後も頑張って大きく強く抗議行動を盛り上げていきたいと思います。というわけで12月1日にはですね、皆さんにお願いが一つあります。17回やってきた金曜行動を振り返り、より以上に盛り上げていくために、原発をなくすために意見交換会を夕方の6時から担当者でやります。田本さんも参加されるということを聞いております。ぜひ忌憚のないご意見アイデアを持ち寄ってですね、官邸前会を盛り上げていくための意見交換会を12月の1日の木曜日6時から行いたいと思います。ぜひご参加していただきたいと思います。担当者です、会場担当者です。よろしくお願いします。脱被爆実現ネットです。いつもありがとうございます。2つの裁判とデモの告知をします。来る11月7日月曜日 3.11 甲状腺がん裁判が東京地裁で行われます。どうぞ皆さんご承知ください。原告の6人の全員の陳述と、そして大法廷の小法廷を使うように求めています。それから11月の14日、これは子ども脱被爆裁判、仙台高裁第5回の仙台高裁裁判が
開催されます。これも皆さんご注目ください。それから11月12日土曜日、来週の土曜日になります。私たちが毎回恒例のようにやってきましたが、第17回新宿アルタ前でデモをやります。2つの裁判の支援、これを掲げ、原発事故は終わっていない、新宿駅一周のデモでございます。コロナ禍でちょっとできませんでしたが、来週の土曜日です。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様お疲れ様です。御礼を一言申し上げます。11月22日土曜日、小出弘明さんの講演会とカタストロフィスの上映会をやりました。300人の方が来ていただきました。誠にありがとうございます。再処理問題ね、皆さんもご存知でしょうけど、大変な問題だと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。こんばんは、スペース21と申します。アクションの情報ではございませんで、本の紹介を一冊、出たばかりの本です。女川原発の関連本で、タイトルがですね、原発の町50年の顔、女川から未来を考えるということで、現在女川町の町会議員をされています阿部美希子さんの編集によるものです。女川での原発の反対闘争は1967年の女川町議会で原発誘致決議というのが、地元の、町民、ございまして、地元の町民漁民をはじめ多くの人が、反対をしてですね、両舷の火のごとく、反対闘争が広がりまして、69年には女川原発設置反対女川原発反対、女川町と岡津町、そして小鹿三町規制同盟会というのが、結成されまして、大規模な戦いが始まりました。それでこの写真集は、誘致の決定から今日に至る、地元での戦いの歴史を、ですね、写真資料と証言、そして年表で綴った、写真資料です。とりわけでも、写真につきましては、そうですね、どこまで読んだか、すいません、とりわけ写真につきましては2011年の、311の大震災からって、相当散逸してしまったんですけれども、奇跡的に、収集ができました、大変、貴重な資料になっております。また多くの証言は編集者の、阿部美希子さんが、一軒一軒訪問しまして、当時の仲間や家族からの思いや決意を集め、そして、311の大震災での、被災の状況や暮らしぶり、そして、今日の、再稼働を、認可されたですね、再稼働への、対応などについて届けてくれております。阿部美希子さんは現在、女川町議で3期目を務めております。彼女は1975年に、東京の大学を卒業後に帰郷して、父親である宗悦さんがその先頭で戦っておられた、原発反対闘争に加わり、美希ちゃん、美希ちゃんと呼ばれ、みんなに慕われながら、戦いを、繰り広げてきました。ちょっと時間がなくなったそうですので、そういうことでこの本をですね、今度の27日の
廃炉デーの時、文京区民センターの方で販売をしたいと思いますので、2000円で消費税はおまけでございます。どうぞ皆さんご協力ください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。今スペース21から紹介になった本は担保者でも多分扱うことになると思いますので、どうぞご紹介、はい、それから先ほど新宿アルタ前でのデモですね、さっきあそこにいた彼や私なんかも一緒に出ますので、ぜひ子ども裁判の応援に皆さんも参加してください。私の紹介はちょっと変わりますが、鎌田さんと一緒にやった3ヶ月の国葬反対のデモの続きで、自民党の統一教会汚染、鈴木エイトさんの本が出てます。30冊ほど預かりまして、担保者で今25冊ぐらいまで売れました。1600円で税金は消費税はなしです。よければご参加ください。合わせてまだ細田議長、その他全然説明してませんね。安倍派の会長の細田さん、清和会の会長で、しかも去年の秋の衆議院選挙は自民党推薦で当選したんですよ。それがたまたま議長になったからルール上離れただけで、あの人すごく悪いんですね。安倍の問題点その他全部知ってる人です。この細田議長に対してお手紙を出そうと、そういうことで今日の会合でですね、お手紙をみんなが書いて、みんなで首相官邸からそんな離れてないところに三権の長の広い邸宅、場所があります。そこに手紙を書いて一人一人が届けようと、そういうことを考えております。国葬の後のまだ問題点、自民党とそして統一教会の問題をもう少ししばらく追及しようと、そういう点です。来年4月には統一選挙もあります。地方議員もみんな関係してますから、そういう点でぜひ忘れっぽくの自民党や統一教会を望んでおりますが、私たちはしっかりと頭に刻んで一緒に追及していこう。よろしくお願いします。どうも。はい、じゃあ告知最後の方よろしくお願いします。先月はゲノムの問題でここに立ちました。今日は立たないつもりでいました。でちょっと報告があります。10月の26日にこの職でフォーラムがありました。で、私は実は参加していませんが、このフォーラムとタンポポ社でやってる安田節子さんの講座はリンクしてます。問題がそして非常にみんな提携してます。レベルにしっかりと学習会が11月30日は有機給食を開くと。日本はまだまだそういう状態ではないけれど農薬だらけです。でもこのフォーラムを作ったっていうことは、それをどうやったら有機に変えられるかっていうところをやっております。11月30日来てください。私は今100人ぐらいの自分の生産者と食べ物の仲間たちに一つずつ手紙を出してます。そして今10月の20日、ゲノム編集のトラフグが、ふるさと納税品として上がってます。反対します。今はそれが表示をしないでやるっていう非常にずうずうしい、これ農水省推進ですよ。私たちは簡単に農水省って乗っちゃいけない。食べ物みんな壊してる。はい、以上です。ありがとうございました。はい、それじゃあ恒例のいきますか、ドンパン節。まだいいんですか、歯になっちゃったよ。はい、
あと 2,3 分で半になります。正確にはですね、あ、なっちゃいましたね。すいません、じゃあドンパン節は次回。あ、はい、あの、たってのご要望。はい、行きます。あ、クラスか、彼女、彼女。はい、行きます。それ、どんどんパンパン、どんパンパン、どんどんパンパン、どんパンパン、どんどんパーパ、どんどんパーパ、どんパンパン。福島原発忘れない、爆発原発忘れない、原発なくても大丈夫、電気は足りてる、困らない。それどんどんパンパン、どんパンパン、どんどんパンパン、どんパンパン、どんどんパパ、どんどんパパ、どんパン。柏崎最高、最後の最高をお願いいたします。ありがとうございました。はい。
皆さんありがとうございました。今日の参加者は63人でした。12月は12月の7日です。また6時半にお集まりください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。ねえ。